よし、じゃあ行きますか。ヨモさんの家だっけ。ここら辺に住んでるって聞いたけど。あ、出た。うわ、何か用か。ヨモさん、びっくりした。あの、金木さんを探してるんです。ケンか、さっきまでいたが。もう行ってしまったんですね。ああ、ヨモさんに何か用事があったんですか。いや、あいつにとって大事な奴に会いに来ていた。金木さんにとっての大事な人、ヨモさんやアンテイクの人たち以外でということだろうか。少し気になったが、相手がヨモさんなのでこれ以上は詮索できない気がした。ケンはアンテイクに行ったと思う。吉村さんに会いに。金木さんがアンテイクに。トウカさんは勉強で今日はアンテイクにいないはずだ。どうしよう、このことトウカさんに伝えた方がいいだろうか。金木さんとトウカさんの問題だ。僕は関与することなんてできない。僕はトウカさんには黙ってアンテイクへ向かった。まあトウカに言わなくてもね。お、このシーンか。トウカちゃん、アンテイクで吉村さんと話したよ。初めて吉村さんが自分の話をしてくれた気がする。そうなんだ。店長はなんて。アンテイクに戻ってこいって。それでどうするの。わからない。吉村さんと手を取り合うことが僕の目的に合うのか、そうじゃないのか。ねえ、あんたの目的って何。僕はみんなを守りたい。ひなみちゃんや万丈さんたち、ひで、それにとうかちゃんも。僕は僕の大事な人を奪われたくない。だから積むんだ。邪魔な目を。あのさ、守るとか積むとか相手は誰なの。青霧、ハト、グール、人間、全部。そんなきりないことがあんたの目的。それにみんなあんたのものじゃない。あんたに守られる筋合いなんてない。あんたは他人のことを考えるふりして結局自分のことしか考えてない。本当はただ自分が一人になるのが嫌なだけでしょ。あんたがやりたいことなんか独りよがりの自己満じゃん。バッカみたい。トウカちゃんは僕を否定するんだね。するよ。だってあんたは間違っているから。それでもいいよ。僕は君が一人にならなければ。そう言って金木は手で頬に触れた。顎か。癖だもんね。いや、言ってないけどさ。あ、そう。勝手にすれば。あー、なんかあれだね、ちょっと展開が。トウカちゃん、重いな。で、改まってどうしたんだよ金木。お兄ちゃん、なんか元気ないね。マンションに戻った僕は万丈さんたちに声をかけた。いつもとは違う僕の雰囲気を感じ取ったのか、みんなどこか落ち着かない様子で僕の言葉を待っている。ちょっとみんなに話があって。話？万丈さん、一味さんたち、月山さん、ひなみちゃん、僕についてきてくれた。この今僕っていう、なんていうの、一人称、あれなんだよ、利用視点じゃないんだよ、金木視点なんだよ。これ初めてじゃない、このゲームで。ここを解散させてください。え？解散ってどういう意味だよ金木。それだけじゃわかんねえよ。みんなにはたくさん助けてもらったのに本当にごめん。僕はアンテイクに戻る。お兄ちゃんがアンテイクに。丸い目を大きくさせたひなみちゃんに僕は小さくうなずき返す。うん、吉村さんの立場が分かって彼と手を取り合ってもやっていけると思ったんだ。それに、
ようやく気づけた気がする。僕は間違ってるって。お兄ちゃん、間違ってばかりだったならお店に戻ってもう一度もう一度、取り戻したい。何にもなかった、ただの自分を。アンテイクに戻ると言ってもホールに立つわけじゃなくて、ヤマさんみたいに裏方の仕事をするつもりだけど、それとここからは僕のわがままだけど、みんなにもついてきてほしい。たくさん振り回して自分勝手は承知の上だけど、僕はみんなと一緒にいたいんだ。ダメかな。バカ言ってんじゃねえよ、カネキ。もともとお前に拾われた命だ。俺はどこまでもついていくぜ、バンジョーさん。ひなみはお兄ちゃんが お店戻るなら嬉しいよ。カネキお兄ちゃんと十日お姉ちゃん一緒にいた方がいいと思うもん。だからアンテイクに戻るの。ひなみは大賛成だよ。かわいい。ありがとう、ひなみちゃん。うん、それでいいと思う。月山柊。金木くん、その仲良しファミリーに僕は入っているのかな。月山さん、ごめんなさい。僕はやっぱりあなたのことは信用できません。悲しい。かわいそう。俺月山結構好きなんだけどな。でもそういう仲間がいてもいいのかなって思います。よければ引き続きその剣を貸していただけますか。ふっ、ウィルバート、君のままに。ありがとう。みんなありがとう。トウカちゃん、僕はアンテイクに戻ってもいいのかな。思いっきりぶん殴って、殴ったのか。結局あんなこと言ったらあいつ戻ってこれないじゃん。もうダメだ、考えるのやめ、勉強しよう。ツンデレかよ。金木、私は こんばんは。お兄ちゃん、お帰りなさい。お帰り。お帰り。なんだろう、すごくくすぐったい。すみません。急に来ちゃってすみません。ちょっと皆さんに会いたくなって。うん。うん、ちょうどよかった。さ、リオくん。さっきみんなにもちょっと話したんだけど。はい。すぐではないんだけど、僕、アンテイクに戻ろうかなって思ってる。え、だから君も一緒にどうかな。人は変わる。強い人も弱い人も。苦い経験や辛い思いを経て、さらに強く、あるいは弱く。金木さんはどうだろう。初めて出会った時に見た悲しい笑顔。今の金木さんの笑顔にはもう時の冷たさはない。決してこの胸の悲しみ、苦しみがかき消されたわけじゃない。兄さんも憎むべき相手も、僕は僕の生きる理由をすべて失ってしまった。だけど、またここから始めるんだ。アンテイクの人たち、金木さんたち、出会ってきたたくさんの人々。僕はこの歪んだ世界で大切な人たちと生きていきたい。僕の選んだ未来が優しい光に照らされていると信じて。兄さんの分まで。僕も変われただろうか。強くなれただろうか。ここでこの手を取ってしまうことは弱さなのだろうか。金木さんたちとアンテイクに戻る、そんな幸せな選択があっていいのだろうか。わからない、わからないけど、その少しだけ考えさせてください。うん、うん、待ってるね。うん、これまで僕に与えられてたのは辛い選択ばかりだった気がする。僕はこの余韻に浸りたかった。幸福な選択があるという喜びを味わっていたかった。ご渋谷じゃない。僕の答えは決まっていたと思う。
帰ることができる場所がある。その幸せは誰よりも理解しているから。なんだ、急にムービーシーンなんだけど。あ、マジ？終わっちゃったの？終わっちゃったのか。なるほどね。ということですね、東京グールジェイル、一通り、まあ、サブミッションとかは飛ばした分もたくさんあるんですけど、そうですね、一通り終わらせた感じかな。一応これあれだと思うんで、スタッフロールだと思うんでね。そうですね、パートはだいたい20は超えたのかな、22か3ぐらいになってるとは思います。本当にここまで見てくださった方ありがとうございました。不甲斐ないねプレイばかりだったと思うんですけど、まあ非常に楽しめましたしね。東京グルの新しい一面っていうか、ストーリーを体験できたこともね、本当に楽しかったです。まあこれからはどうしようかな。一応リオの他のね、今回うかくでやったんですけど、まあいろいろ今後ろにも出てると思うんですけどね、口角とか輪郭とか鼻角とかね、見てみたい気もするんで、できれば放送とかでやりたいですね。あとムカデカネキも倒さなきゃいけないと思ってるんで、放送でやりたいですね。またいずれ生放送、まあよかったらそちらの方もね。なんだ20区全域を何なんだこの展開。警戒区域にして、あ、最終回じゃないんだ。いや俺もう俺完全に最終回だと、なんか挨拶みたいなの入れたんだけど、まだ続くのね。ということでまだ続きますね。はい、やります。その夜僕の選択はあっけなく奪われた。くっそー、この演出やってくれるな。喫茶店にグール潜伏、住民に避難勧告。ああ、こうつながるのか。緊急速報です。これより20区には大規模な警戒網が張られ、立ち入り禁止区域に指定されます。対象は20区にある喫茶店で、グールの巣窟である可能性が。なるほどね。繰り返します。これより20区には大規模な警戒網が張られ、立ち入り禁止区域に指定されます。おい、20区立ち入り禁止ってマジかよ。ねえ、これって大丈夫なの？ここも危ないんじゃないの？画面に映る映像は現実のものと思えなかった。アンテイク。僕のみんなの居場所。それが壊れようとしている。なぜ、どこで、奴らに正体が分かってしまったのか。それは僕の計り知れないところだったのかもしれない。今ある現実は、アンテイクが CCG の手で襲撃を受けようとしているということ、中にはアンテイクの人たちが取り残されているということ。どうしよっかな。金木を止めに行く、アンテイクを救いに行く、どの選択がいいんだろうか。ちょっとセーブしてないんでね。俺ならだってさ、金木を止めに行く理由がないもんね、今この時点で。いや、まああるんだけど、ここでアンテイクを救いに行くなら、まあ誰かに止められそうだよね。俺アンテイクを救いに行こうと思う。夜の街を走りながら僕は考えていた。金木さんがいるアンテイクの光景を、トウカさんの怒鳴り声と困った顔で笑う金木さん、呆れたようにため息を吐く錦さんに、それを見守る駒さんと入見さん、そしてカウンターの向こうでは吉村さんが微笑みながらコーヒーを入れている。きっと万丈さんたちもアンテイクに顔を出すはずだ。何も特別じゃなくていい、ごく当たり前の日々をみんなと大切な人と過ごしたい。グールであっても人間であっても誰もが、切に願う夢、そんな日々が今壊れようとしている。
ニュースで報道されていた通り、20区には避難勧告が発令されていた。僕はビルの陰に身を隠しながら夜闇の、中を飛ぶように駆け抜ける。人の気配がしない。街は異様な静けさに包まれている。すべての住民たちが逃げるまで CCG は行動を開始しないはずだ。それまでが僕に与えられた時間だった。リオ、リオ、どこへ行く？ CCG がアンテイクを狙っているのは知っているだろう。ええ、オーロラビジョンの緊急速報で。吉村さんたちは？吉村さんはもう行った。ヨモさんはなぜか自分の吐いた言葉に戸惑っている様子だった。ヨモさんが嘘をつくなんてよっぽどなんですね。残っているのは吉村さんと駒さんと入見さんですか？錦さんや東花さんは？西尾には伝えてある。なんでわかるんだ？東花さんは、東花はこれからだ。あいつのことだ。お前みたいに戦局に飛び込まれたら困るからな。お店は？アンティークはどうなるんですか？店はまたやり直せる。やり直せばいい。僕は嫌です。どうして戦わなくちゃいけないんですか？吉村さんも駒さんも入見さんもみんなと一緒に逃げればいいじゃないですか。それでどこか遠い場所でまたアンテイクを。リオ、お前は何も分かっていない。吉村さんがここに残る本当の意味を。そんなの分かりません。これ以上大切な人たちを失いたくない。僕はどうすればいい？だって理解できてないならもう納得できないって言うしかないよな。僕はやっぱり納得できません。何か他に方法があるはずです。みんなで考えればきっと。そうか、わかった。怖いぞ。次の瞬間、僕はヨモさんに胸ぐらをつかみ上げられていた。大きな手がギリッと喉元を締め上げ、うまく呼吸ができない。言ってわからないのなら無理やりにでも分からせる。マジ？はあ、そっか。さあ、いけるかな。久しぶりだね、ヨモさんと戦うのは。リン、そこそこ強いな。俺の攻撃は全く通ってないんだけど。カルマト、リン、ウレ、やべえな。最近なんかコントローラーの動き悪くなってきたような気がするんだけど、うまくさ意識しないと。危な、やばい。カルマだと打たないとまずいぞこれ。リン、カルマととりあえず打ってブレイク。うわー、やべえこれ。やっぱヨモさん強えな。おーっと、これまずいぞ。リン、交尾。ちょっとこれまずいかな。ブレイクさしたものの、リン、ウ、リン、いや全然減ってねえ普通に。強かったっすね。倒せるっちゃ、まあうまくいけば倒せるんかもしれないんだけど。これで分かっただろう。お前は弱い。おとなしく従え。僕はみんなを。
わかるぞ、お前の気持ち。だが俺たちは失いながら生きるしかないんだ。行くぞ。失いながら生きる。なんて怖いんだろう。なんて悲しいんだろう。生きることとは失うこと。ヤモさんの目の奥の深い闇がグールの世界の悲しみを語るようだった。僕はもうそれ以上動けなかった。あれからしばらくの月日が経った。アンテイクは CCG の襲撃により壊滅。僕たちの居場所は一瞬で崩れ去った。僕はまた一人での生活を始めていた。僕はあの日からジェイルとして生きることを決めた。授かったこの力で金木さんのように凶悪なグールを狩る。これまで犯した罪や兄さんに対する懺悔の思いも込めて。それが正しいのか間違っているのかはわからないけれど、金木さんの思いを継ぐことが僕にとってはとても意味のあることに思えた。僕のために金木さんは泣いてくれた。僕をいつも助けてくれた。こうして夜一人でいること、昔のことを思い出す。兄さんと二人でさまざまな廃墟に寝泊まりしていたこと、寝物語にいろいろと話を聞かせてくれた。楽しくて、でもだんだん睡魔に飲まれて眠りに落ちる。あの夜が僕は好きだった。食料の調達はずっと兄さんだったけれど、今は一人で全てこなす。寝床の確保も必要な雑貨を集めるのも昔みたいにただ待っているだけの弟ではなくなった。たまの楽しみはコーヒーを入れること。揃えたコーヒー道具は僕の生活必需品だ。湯を沸かし、ひいておいたコーヒー豆へのの字に注ぐ。温かな泡がブクブクと膨らむ。独特の香ばしい匂いが湧き立つ。吉村さんの味には遠いけど、僕の腕も悪くない。ふう。コーヒーを飲むと、今度はあの日々のことを思い出す。みんなどうしているだろう。トウカさん、ニシキさん、ヨモさん、バンジョーさんたち、ひなみちゃん、月山さん、アンテイクに残った人たち、金木さん。あの時出会った人たちに思いを馳せる。思い出は僕の胸を優しく締め付ける。大丈夫。一人でも寂しくない。川の水でカップを洗い、丁寧に包んでバッグへしまう。アンテイクをやめるときに、こっそり持ってきてしまった僕が愛用していたカップ。吉村さんにいつか返すつもりだった。その願いは叶わなくなってしまったのかもしれないけど、今はこのカップが僕の居場所になってくれている。あの日々が今日につながっている。その証明。明日はどこへ行こうか。僕はグールを追い続ける。今日も明日も。金木さんの思いを継いで。なぜだろう。そうすればまたいつか会える気がするんだ。あの少し寂しそうに笑う青年に。うん、これでやっとエンディングを迎えられたのかな。もうさっきみたいな展開はないよね。ということですね。まあ東京グールジェイル、まあ、さっきも話したんですけど、一通りクリアして非常に楽しくプレイできましたし、まだまだやり残したことはありますよね、きっと。まあ最後の選択肢もね、金木を止めに行くか、自分がアンティークを救いに行くかで、ヨモに勝つか、それでだいぶ変わってくるとは思うんだけどな。ヨモに勝って迎えれるのかどうか分かんない。でも確実にアンティークじゃねえわ、金木を止めに行く選択肢を選んだら金木と戦うことにはなると思うんでね、行ってみたいですよね。まあ、これまたストーリーが最初からになるのであれば、ちょっと投稿頻度は落ちるんですけど、まあ、放送とかでね進めていきたいとは思います。まあ、これからですよね。どうしようかな。ジェイルはナンバリングシリーズではなくてですね、まあ、番外編として、サブミッションをクリアするとかの動画を上げていこうかな。また少し先の話にはなるんですけど、他のねカグネも使いたいし、リオの
じゃあまあここら辺で終わりますかね。というわけでここまで見てくださった方本当にありがとうございました。最後までお付き合いいただき、またね僕が動画を上げた際にはぜひ見てやってください。ではお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。